演武開演。どうも、私のズレズレなる日常演武さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。髪の毛の髪の毛のわらびのチパンを食べたいと思います。なんかもっちりもちにもちもちが挟まってるのこんな感じだ、どんな感じだろうね。どうぞ、では中身を見てみましょうか。こんな感じになってます。確かにわらび餅が入ってますね。それではいただきます。焙煎オーブン焼きのこの香ばしさの後にパン生地とわらび餅の食感がきます、ね、ただわらび餅の食感がまで強くなるともうちょっともっちりとした弾力が欲しかったかなと思えた部分が美しい感じでしたね。香ばしさは本当によく分かったので和を感じることができたので良かったできました。いや、ね、やっぱりわらび餅はもちろん美味しいと思える部分があったのでこちらも点数高かったですけど、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武終了。